皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで、1月ですね。1月です。まあ、Z 補助型の使い方もね、まあ1月ということで、まあまあまあ、今回使うポケモンはまあこちらですね。ガブリアス。そう、あのガブリアス使います。ちょっとガブリアスと相性いいっていうか、なんかいろいろ考えた結果、これガブリアスじゃなきゃあれだなってなった結果のガブリアスですね。結構ガブリアスと相性いいので、今回。というわけで、今回ガブリアスを使った Z 補助技ということで、早速対戦の方に行きましょう。はい、というわけでやっていきましょう。対戦よろしくお願いいたします。これめちゃくちゃ出てきたそうなポケモンが、左上にいますね。で、初手ギガイアスで、まあ、タスキも潰せるんで、ギガイアス、ガブリアス。あと、そうですね。アマージョ。アマージョ、メタグロス、ガオガエンか。基本物理アタッカーっぽいけど、あーでも、こっちかな。いや、メタグロスいいでしょ。メタグロス。やっていきましょう。対戦よろしくお願いいたします。さあ、まあ、ただ、まあ俺のメタグロスは持ち物が違うんですけども、メタグロスナイトではないので、さあギガイアスから。そのガブリアスはちゃんとサメ肌ですかね。地震の安定でしょ。砂嵐。まあ、地震は安定じゃないですか。何が逆に怖いか。地震はまあ、踊り鳥が後ろにいますからね、一応ね。そんな打ちたくはない。交換読みも兼ねて、ストーンエッジってことで。まあまあまあ、弾ですね。なるほど。砂嵐。これにより、このギガヤス。砂の要塞と化しまして。砂漠にね、一個立ってる城みたいな。そんな感じですね。ステロマイでもいいんだけど。ステロマイティか、どうせ地震飛んできそうだし、まあ砂嵐で。つかもしかして、頑丈潰しも兼ねての、あれですかね、激凛だったの、激凛じゃねえ。頑丈潰しも兼ねてのストーンエッジだったかもしれないですね。さあ、やっていきましょう。地震、オッケーオッケー。まあまあまあ、ギガヤスはここで退場が仕事なので。弾ながらな、容器か意地っぱりか。まあそこもあるんだけど。さあ、ギガヤス。オッケーオッケーオッケー。ガブリアス行きましょう。ガブリアスってことだね。じゃあ Z 砂かけやっていきましょう。はい、こっちが上取れてる。偉いですね。まあ陽気ですから、陽気最速なんでね。まあ最速ガブリアスですよ。そう、回避率が上がる。さあ、砂かけ。このガブリアスは、このガブリアスに強いですから。さあ、激凛？あ。はい、というわけでやっていきましょう。対戦よろしくお願いいたします。水統一ですね。水統一だけど、まあ、こっちのおとりどり電気技持ってないんで、どうするかな。ギガイアス。水統一は全員水技ないですもんね。全員でもないか。いや、ダサそうだな、みんなな。デヒレが、しずくもが水技持ってる程度か。じゃあ、おとりどり連れてっか。水技ありますね。鬼しずくも、まあまあまあいいでしょ。鬼しずくもはギガイアスと。ギガイアスまだ取っときゃいいかな。いや、でもガブリアスでもいいんだったら変わんねえか。やっていきましょう。まず砂嵐で様子見ます。こっちの方が遅いか。守る。はいはい、オッケーオッケー。厄介ですからね。まあ、岩技飛んでくるのは厄介でしょうね。まあ、砂嵐して。とりあえずダメージ与えるか、砂ターン、ちょっとまあ、岩だからまあ、ちょっと悠長にしつつもいいか。結局、ガクがどうこうな話なんで。あ、ガクの、さ、かっこいい。OK、ストーンエッジ。変えるか。引っ込める。はい。
取りとどる OK、まあ、ほぼ半減とはいえ、まあ、その位置でなんとかやっていきましょうと。あ、でもエッジでこんなもんか。じゃあいいな。特にやることなんで爆発していきます。エッジでこれですからね。まあいいでしょう。ネットを、はい、やけどしなきゃいいよ。どうせ D 上がってるし。はい、偉い。でも爆発していきましょう。ダメージを与えつつね。大ダメージを与えつつ、OK 持ってった。これは偉いですね。さあ、なぜ砂嵐を巻いたのか。そういうことですよね。行きましょう。鬼しずくも、はい。吹雪とかないでしょ。ガブリアス。今技怖いでしょ。Z 砂掛け。Z 砂掛けは、あれですね。てか相手今技警戒して引かないかな、これ。引っ込める、はい。引っ込み先は、氷技持ち？レヒレ。なるほど。まあ、フェアリー技持ちでもあるね。だけどまあ、ミストメーカー貼られる。まあ、あんま関係ないです。まあ、ちなみに Z 砂掛けはね、まあ、砂掛け同様、相手のね、回避、相手の、何？命中率1段階ダウン。プラス、こっちはね、回避率1段階アップするんで。まあ、これ、どう考えてもガブリアスと相性いいですよね。さあ。砂。砂嵐。砂隠れ。とりあえずもう一発砂掛け入れたいんだけど、上取れてるからもう一発砂掛け入れてもいいんだよね。まあ、悠長なんだけどね、これね。引っ込める可能性も一応あるっちゃあるからな。砂掛け入れます、もう一発。砂掛け、まあ、上取れてるんだよね。まあ、これで相手はもう、Z 技しか打てませんよ。まあ、だから Z 技打つんでしょうね。これはカプ、オッケー。ガーディアンでアローラですね。まあ大丈夫。ガーディアン、この体勢やっぱきつそうだよな。ガーディアンでアローラ。まあ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 、いいでしょう。ただそれはね、当てたところでですよ。残りの攻撃当てなかったら意味ないですからね。回復追いつく。はい。というわけでも、やっていきましょう。毒好き。毒好きしてきましたよ、毒好き。残りの攻撃は、一回でも当たればね、ガブ飛びますけども。まあ、当たりますかと。ムーンフォース、当たらない。砂嵐。まだ砂嵐のターンは残っている。さあ、毒好き。毒好き。さあ、当たるかな。オッケー。カプリヒレ突破と。技が当たらなければ、ポケモンに勝てる。まあ、これはね、やっぱ、砂掛けガブリアスの真骨頂ですね。7世代ガブリアスはこれ。まあ、これは結構鋼で止まるんでね。あまり、良くはないですけど。砂パンクは、これで終わりか。まあ、裏が踊り鳥。まあ、踊り鳥で見れるからな、こいつな。なら砂掛け一発入れて踊り鳥の試行回数稼ぐという点ではいいのかもしれない。砂掛け。さあ、この攻撃大丈夫か。アクアブレイク当たるか。当ててくれる。なるほど。まあまあまあいいでしょう。どうせこのターンで砂終わるんで、まあ試行回数がね、踊り鳥の試行回数が上がれば勝ちですね。さあ、踊り鳥、とりあえずフェザーダンスから入りましょう。はい、踊り鳥。さあ、フェザーダンス。鬼しずくもこれはもう、恐怖でしかないです。技が当たる可能性が、100% の技がないですからね、今。さあ、フェザーダンス。さあ、受けられますよと。お前の攻撃受け切るよというアピールを入れつつね、アクアブレイク、当たります。さあ、半分も入らないんじゃない？オッケーオッケー。B が下がるか。5つ目入る。もう一発入れたい。あ、でもこれ跳ね休めで、ね。
いや、フェザーダンス入れよう。B が下がるのつらい。守る。あ、春休みでよかったね。まあ、こっからは、早送りを入れていくしかないな、多分な。早送りします。してます。多分早送りしてますよ、もうとっくに。あとはね、この踊り踊りで粘り勝つだけなんで。まあそうですね、ここはフェザーダンスを入れてって。さあ、また A がね、2段階下がりますから。もう2段階下がったのでかいね、赤ブレーク、これどんだけ入るの？もう全然入んないでしょ。まあまあまあ、羽休みでいける程度ですね、これはね。オッケーオッケー、ゴツメットも入る。いいですね、やっぱ踊り踊り、素晴らしいですよね。もうサンダーですからね、これね。もう踊り踊り、サンダー。もうね、サンダーと違って丸いんでね。未来の私にはどんな色が似合う、カラフルに決めて一緒に笑顔ワンツースリー。さあ、まあエアサッシュ入れてく。ひるんでもいいのよ、ひるまない。まあでもかーね、4段階ダウンしてますから、まあいいんじゃないのかなと。はいはいはい、これで次で終わりでしょう、ほぼ。さあどうする、猶予をやろう。猶予をやりましょう。守る。このね、恐怖の一旦がね、もう一回続きますから。これ、羽休め。いや、まあ、奴ら外す可能性あるけども、まあまあまあ、奴らしていいでしょう。よし、ちゃんと当てると。というわけでね、対戦、ありがとうございました。はい、というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。はい。まあ、ガブリアスということで。まあ、地面 Z を持たせた。ガブリアスなんですけども、まあ、見てわかる通り、まあ、正直、粉でいいです。こいつは。わざわざ砂かけしなくていいんですよ。まあ、ちょっと粉を持たせなかった理由としては、まあ、あの、メタグロスが、あの、このメタグロスが粉持ってるからって理由なんですけども、まあ、だからまあ、メタグロスの粉持ってて、ガブリアスに粉持たせてねえな、じゃあどうしよう、まあ、砂かけすっかなっていう、そういうガブリアスですね、はい。まあ、そもそもこいつは、砂掛けはほぼついでな感じで、まあ、地震がね、まあ、グラスフィールドで半減されるじゃないですか。半減なのかな、あれ。まあ、それでまあ、鋼タイプが出てくるみたいなのがまあ、たまにあるんですけども。まあ、だから、それを地面 Z でぶっ飛ばそうっていうやつですね。ライジンググランド、なんだっけ、ライジンググランドオーダーだっけ。なんか、フェイトみたいな名前してたなと思ったけど。なんか、それで、まあ、それをグラスフィールドの影響受けないので、はい。だからまあ、地震っていうか地面 Z でぶっ飛ばそう。でまあ、そういうパーティーですね。そういうパーティーというか、そういうガブリアスですね。でまあ、ちょっとまあ、今回、砂掛けしようと思って、そいつに砂掛け入れました。というわけでまあ、陽気砂掛けですね。まあ、そういう感じのガブリアスなんで、まあ、そのついでに、砂掛け打てればいいかなぐらいな感じで使うと、多分使いやすいと思いますね。あと、こいつ、テッククエアの前で何もできないんで、積み技入れるとか、最悪、激輪抜いていいかな。抜いて、まあ、炎、まあ、鉄火芸は別のポケモンに任せましょう。というね、まあ、ここまでご視聴ありがとうございました。次回。まあ、バンク解禁がそろそろなんでね。ほんといつなんだろうな。そろそろらしいけど。1月中、下旬？まあ、そんな感じですね。というね、まあ、ここまでご視聴ありがとうございました。